どうも、コウズです。今回ですけども、AKB48 の劇場公演が当たったと。最近よく当たりますね。ということで行ってきたいんですが、今日は B 公演、アイドルの夜明け公演が当たりまして、知られてる子はいません。知られてる子いた方がいいって、あんだけ他の Vlog で言っときながら、知られてる子いない公演に送っちゃったっていう。ごめんね。出演メンバー、浅井七海、西畑聖奈、坂口渚、佐藤みなみ、鈴木くるみ、橋本春奈、左と真矢山田京香ということで、まあ、グラビアで活躍中の鈴木くるみちゃん、卒業発表した坂口渚ちゃん、キャプテン浅井は久々見ますね、多分僕。ハルピョン、左とも山田京香ちゃんあたりはね、前の B 公演でも見た気がするから、そうそう、久々なメンバーはその辺かな。佐藤みなみも割と久々かもしれない。意外と、まあ、あのメンツ的にはなんか悪くなさそうな風味を感じますが、残念ながら調べてる子はゼロというようなところなので、まあこういう時こそあの抽選順いいのよ。あのもう皆さん NGT の、 あの、ね、劇場公演レポは見ましたか、見ていただけましたかね、 Vlog。 あのね、 NGT めっちゃ順良くて、抽選順座席めっちゃ良かったんですよ。で、それを考えるとですね、でぶっちゃけ今日7月3日なんですよ。そうだから7月1日 NGT 3期生、7月2日 NGT リバイバル公演を昼夜、そして7月3日 AKB のアイドルの夜明け公演を見ると、3日連続で、まあね、本店と支店との違いはあれど、3日連続で劇場公演見てるっていうのはなかなかいないんじゃないですか。さすがにこのご時世でさすがにいないと思う。3日連続は、しかも3日で4公演だからね。そういうもうハイパー現場に行きです。はい、ちょっとね、やっぱコロナ明けて現場戻ってきちゃったから僕も忙しいです。はい、まあその分ね、こうやって Vlog 上げられるからいいけど、もうね、今ドンキ近くまで来ました。そう、あのマジで、あのまあもともと現場派だからさ、あのいいんですけど、あのそうコロナの時はね、あの YouTube やっててもなかなかこういう現場の Vlog っていうのはね、上げられなかったですけど、現場がないから。そうでもこうやってオフラインの現場が増えてくるとですね、あのもう結局これブログの動画版なんで、そうそう、結局ブログではレポ書いてましたからね、今までね。そうブログは概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらもということで、はい、ドンキは AKB48 劇場ということで、いやもう着いちゃって、今ね時刻はね4時45分、4時45分ですよ。で多分ね2時間前からチケット売ってるので、多分今上がったら買えるんですよ。で僕はジンクスとして着いた時に買うがもうポリシーなんです。これはもう十何年崩したことなくて、そのなんだ、何番台がいいなって勝手に要は番号を予想して、その番台らへんを狙って買うっていうのもできるんですけど、いやそれやってうまくいくことはあんまないなっていう。もうだったらどうせ確率論だし、来たタイミングで買えばいいかなっていうような話なんですよね。そうそう、で、多分まだ一桁かもしれないな。できれば二桁がいい、10番台以降がいいな。まあこればっかりはね、なんとも言えないですけど、いやー多分一桁だな。15分しか経ってないでしょ。一桁は呼ばれない気すんだけどね。わかんない。一桁が早かったことあんまないもん。10番、20番だといいけどね。まあ、とにかく僕はジンクスを優先します。一桁でも買います。はい。ちょっと行ってみましょう。
はい、ということでチケット買ってきまして、4時48分とかかな、うん、で10番台でした。で1桁は回避ということで、いや10番台はねワンチャン早い気がします。うん、だし僕のジンクスで言うと、その知られてる子がいないとめちゃめちゃ何早いことが多い。知られてる子がいると抽選干されがちなんです。で、まあ、それを考えると、まあ、かなり期待していいのかなというふうに勝手に思ってます。まあどうなるかは分かんないからね、確率論だからどうせ。でもここでね最前5列目最前と来て、まあ最前ってなったらかなり熱いよねこの3日間。うん、そんな気がします。はい、今ね6時になりまして、もう劇場にいなきゃまずいんじゃないですかという時間ですが、抽選開始は6時10分からなのでまだ10分余裕があるとというのをお見せしたいので、あえて、この時間に歩いてます。で、もうここまっすぐ行きゃねドンキなんで、うん、行くんですけど、本当にねやっぱ最近のファンの皆様は律儀というか、もうだって今の時間多分びっちり並んでるよね。でコインロッカー全埋まりで、バックヤードに預ける形しか多分受け付けてないですもんね、荷物もね。でやっぱ NTT って思ったのは、そのロッカーに入らない場合、そのなんだろう、 AKB だとその預かりシステムを使うことで対処することも可能なんですよ。いや同じ200円ね、そうで預けて OK と。だから NTT もやりゃいいのにね。だってロッカー代なんてさ収入源じゃんね。大きい荷物は大きい荷物なりに預かりますよでいいじゃんね。なんでちっちゃいコインロッカー以外はもう他のとこ行ってくださいになるんだろう。そこもちょっと謎でしたけど、うん、はい、着きました。今ね何時だ、6時1分だな。めちゃめちゃ混んでるよ入り口付近。今は当選者のみ入場口中です。はい、というわけで、公園見てきまして、16巡15巡ぐらいで、まあ、上手の一番後ろの、まあ、上手5列目柱外3かな、あなんで、まあ、センターもちょい半分見れるぐらいの位置に座りまして、いや久々っていうか、まあこんだけさ土日順が良くてさ前の方で見れたからさ、もうねダメもうダメよ、集中力欠いたし、なんか疲れがどっと出ちゃってさ、ユニット曲ほぼねほぼなんかうとうとしちゃって、ユニット曲で。そうでもやっぱ女子高生はやめられないからのそばかすのキスまでの流れは最高ですよね。カンポモの決心まで含めても最高ですよね。うん、それは改めて感じた。このアイドルの夜明け公演の良さは中盤曲にあります。はい、ただねやっぱチーム B 改めて見て思うけど、ちょっと MC 悪すぎますね。さすがにちょっとみんな仲悪そう、うん、すげえ仲悪いんじゃないかなと思ったねえ。MC はひどかったっすね。でまあビジュアル的にはもう山田京香ちゃん圧勝なのよ。可愛い子で言ったら山田京香ちゃんが偏差値75ぐらいの顔面偏差値があって、
で、その次は坂口渚ちゃんが65ぐらいあって、で、顔だけで言ったら佐藤みなみと鈴木くるみも60ぐらいあるわけ、まあ、あと知らないっていう感じで、まあ、佐藤みなみちゃんはね、あと5キロぐらい痩せたらもっと良くなるなっていうのは、ちょっとムチみがありましたね。鈴木くるみちゃんは逆にそれが、まあ、グラビアで生きてるから、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、そうそう、まあそんな感じでも、みんなね、ちょっとね、喋りが何年やってんのよっていうぐらい喋りがちょっと下手ですね。で、浅井七海ちゃんは久々見ましたけど、まあ、16期緊急性公演の時からの印象変わらず、まあなんか中途半端な感じかなっていう。あれでキャプテンやれてんのっていうぐらいちょっと思いましたけどね。多分いい子はいい子なんだろうけどさ、なんかな、パンチ力がないというか、決め手に欠けるというか、なんかそういう印象はもう16期緊急性公演は僕はね、あの誓約書16スタンプ貯めた人間ですから、そう見てるわけですけど、やっぱりな、その16期で選抜入るのがズッキーだけっていうのは、まあ得てして必然かもしれません。っていうのを改めて、まあ佐藤みなみだってそうだね。あのやっぱ MC でさ、なんかお題を言われてさ、でなんか平屋が夢でぬんとか言ったら、あ、私も夢でありますみたいな、なんかすごい作り話っぽく聞こえるような喋り方するの、本当かどうか知らないけど、なんかすごい作り話っぽいみたいな、即席で作っちゃいましたみたいな、あれはうまくないね。 あれはうまくない。ちょっとなんか誰もマネージャーとか言わないんだろうかね、そういうの、ちょっと MC ひどいぞみたいな、なんかそんな風な感じがしたし、あと鈴木くるみちゃんと佐藤みなみちゃんはクソほど仲悪そうですね。だそういうのもなんか見えちゃうのが、せめてそう感じさせないぐらいであってくれっていう。あとはまあ卒業発表してるメンバーがまあいるので、8分の3か。坂口、左友、セナタンあたりか。違ったっけ？多分そうだよね。だからそうなるとやっぱもう卒業発表してるメンバーはもうね、輝きは薄れますよね。まあなかなか厳しい。それでいてその16期組がさ、パッとしないでしょう。で、山田京香ちゃんは顔かわいいけど目死んでるでしょう。だからもうね、もう八方塞がりだよね。ハルピョンはなんかすげえオタクつってたけど、あの子もさ、やっぱり歌に難ありだからな、声がな出ないからさ、そう、あれも発声練習なんかさせようもんなら菅井先生にボロクソ言われるだろっていう感じがしますからね。そう、なんかそんな感じで、まあ、知られてる子がいないプラス抽選干された後方で見たっていうのもあると思いますけど、まあ、だからこそ割とニュートラルに、割と厳しめな感想になりました。いかがだったでしょうか。ぜひ、ね、チャンネル登録、高評価、そしてコメント、皆さんのねコメント、だから多分僕がたまたま見た公演がたまたまそうだっただけかもしれないので、じゃあそこら辺もぜひコメントいただけると嬉しいです。はい、秋葉原駅ご視聴ありがとうございました。